フランスで修行されたんです、はい、写真も飾ってあります、はい、もともとそのパンの職人さんになろうと思って、はい、フランスに渡って。そうですね、もともとサラリーマンだったんですけれども、はい、そこからあの日本で、はい、あのママさんたちが通うパン教室に通って、はいはい、それでパンにのめり込ん で、はい、でその時はまだ家であのパン作る程度だったんですけど、でそこからサラリーマンを辞めて、はい、日本 の、 あのベーカリーに3店舗ぐらい転々として、はい、で最終的にフランスに2店行ってっていう感じです。最初はあのすぐに見つかるかなと思ってアポなしでフランスを回ったんですけれども、でただあの100件ぐらいリストを持って回って、でそれがもう全然思った以上にこうやっぱり相手にされなかったというか、初めてこうアジアの方から人が来たっていうことで全然会話にもならなかったんですけれども、でこれが多分49件目であのようやく採用を取ってもらって、で中で教えてくれるよっていうパルスデアートというもので、そこの住所も記念に書いてあるんですけれども、でその上にうちのスカイプロヴァンスという名前を入れてます。すごいフレンドリーなところで、はい、それでみんなのサインをこう、素敵ですね、はい、書いてもらって、宝物なんです、はい、でこちら の、 あの、はい、パンの特徴というのは、はい、あの日本国内で学んできたところと、はい、あとあのフランスの製法ってやっぱり違くて、はい、でその両方いいとこ取りをして作ってるっていう、はいはい、特にあの一番力入れてるのがこのバゲットオーバーナイトっていう商品で、はい、南フランスプロヴァンス地方のニースっていうところに行ったんですけども、はい、そこの製法をかなり取り込んで作ってます。どうしても日本国内のチェーンベーカリーとかだと発酵時間を3時間とか短時間で仕上げて、でそれをすぐ成形してでどんどん焼いていく、それ高回転で回していかないと、あのパンの生地って2、3倍に膨らむんで場所を取っちゃうんですね、はい、なんですけれどもうちの場合はあのスペースうまく使って、はい、で20時間3時間のところ20時間発酵をかけて、でそうするとあの粉の奥底まで水がこう浸透していって、はい、外はこうバリッとしていて中はもちっとしてるっていうような食感になっていくんです。であの小麦の風味もどんどん強くなっていって、はい、なんでそここだわって作ってます、新商品って書いてあるのもいくつかこう札が見受けられたんですけど、はい、大体何種類ぐらいのパンが置かれてますか。大体30から40ぐらいですね。地元の方のリピーターのお客さんが多いので、はい、毎回同じものだとどうしても飽きてきちゃうので、それをうまいタイミングで 1,2、はい、週間とかでこう差し替えたりとかしてやってます。これあのフランスのレシピを使ってで少し隠し味を入れてるんですけれども、でベースとしてはラム酒が香る大人の味になってます。で最初はあの土地柄あの高齢の方も結構多くて、これ何黒いの何なんて言われることが多かったんですけれども、うちではあのかなり試食を切って積極的にあの試していただくようにしてます、はい、そうするとあのこれベースとなるのは卵、砂糖、あとはラム酒と、あとはちょっといろんなものがいくつか入ってるんですけれども、うん、基本的にこうほっこりするような懐かしい味なので、うん、そういうご説明をすると高齢の方からお子様まであのお召し上がりいただけるような味になってます、うん、外はサクッと中はもちもち系の、はい、後でぜひどうぞ。